どうもこんにちはドクター健康と総合内科の藤岡です今日はですね院内感染の講習会ということでお話をしてみたいと思います今日のお話はですねスペイン風邪についてお話をします昨今新型コロナウイルスの感染症が流行ってますけれどもこういうね人類と細菌やウイルスの戦いというのはですね今に始まったことではなくて もう何百年も前から同じようなことが繰り返されてきたわけですね。で、一昔前にあった大きな出来事として、スペイン風邪があります。で、スペイン風邪の時はですね、まあ、ちょうどその時は第一次世界大戦の頃でしたけれども、実際その第一次世界大戦が終わったのはですね、スペイン風邪が原因だっていうふうにも言われていて、非常に大きな出来事だったわけですね。 で、今回も新型コロナウイルスはもうかなり世界中に広まってパンデミックになってますけれども、まあそれぐらい大きな出来事で、スペイン化とまあ似たようなところっていうのがあるわけですね。で、今日はですね、人類とウイルスの戦いや歴史的免疫、その他、スペイン化の歴史について学んでいきたいと思います。 人類と最近ウイルスの戦いというのはですね、今に始まったわけではありません。昔からですね、えっ、ー、と、ペストとか、結核、スペイン風邪とか、そういった病気とですね、人類が戦ってきて、今までに数千万、数億人という単位の数がですね、そういった数の方が亡くなってきたわけですね。まあそういった中で、 抗生物質がま1900年に入ってですね、こう誕生してきたわけなんですけれども、抗生物質が誕生したことで多くの方の命が助かることになってきた。ですが、その反面ですね、最近はそれに対する薬剤耐性菌っていうのが出てきて、今度はそういった菌に苦しめられるようになってきています。で まあ、その、今回新型コロナウイルスが出てきましたけれども、もう人類未曾有の感染症が出てきたっていうわけじゃなくてですね、今まで出てきたそういった人類と最近はウイルスの戦いのその一つに過ぎないんですね。今回の新型コロナウイルスの感染っていうのは、まあウイルスによるわけなんですけれども、昔のスペイン風邪もですね、ウイルスによる感染だったんですね。 後で言いますけれども、これは実はインフルエンザだったんですね。で、この両方ともウイルスなわけですけれども、まずはですね、ウイルスはどのようにしてこう広まっていくかっていうのをちょっとお話ししてみたいと思います。人間もですね、あのー、ウイルスも同じで、種を保存するためのプログラムっていうのが、こう体の中に内蔵されてるわけですね。で、 ウイルスが宿主細胞に入ってくるとその中でこうプログラムが発動されてですねこう体内でこうどんどん増えていくわけですねウイルス自身は自分自身で増えることはできないんで人間の体とかですねまあ他の動物にしてもそうですけれども宿主に入ってこう体を増やしていくんですね で、しばらくこう体の中にこう留まって、こう体を増やしていって、それでこう外にまた飛び出していく。で、ここでですね、ウイルスはすぐに人間をね、発病させてしまって、まあその人間をね、殺してしまったりすると一緒に共倒れになっちゃうんで、潜伏器を設けてるんですね。で、その潜伏器の間にもこう、 体外に排出できるような形にしてどんどんこう外に広めようとしていきますインフルエンザなんかはですね宿主の体外に出ると2、3日しか生きられませんでどうやってこう周りに広めていくかっていうとまあ、飛沫感染とかあと接触感染とかを介してですね他の人にどんどん移っていくわけですで、 えーと、ま、あ、黄熱病っていうね、病気がありますけども、あれもウイルスによるものなんですが、あれはですね、ちょっと事情が異なっていて、蚊が媒介する病気なんですね。で、宿主を、これはね、重篤な状態にします。で、なんで重篤な状態にするかというと、こう、 宿主がですね、じっとしとかないと、蚊にまたこう刺されないんで、宿主が動いてるとね、蚊も刺しにくいですから、この蚊にこう刺してもらって、また他のところにこう感染させられないと、その黄熱病のウイルスはですね、種を維持できなくなってきます。で、ウイルスはですね、これも賢くって、同じ宿主にはですね、じっとしとかないんですね。 なんでじっとしとかないかっていうと、じっとしてるとですね、人間とかまあ他の動物にしても、抗体を作るんですねで。その抗体が作られちゃうと、それをやっつけられちゃうんで、だから、その、じ、その中ではもうじっとしとけないわけです。次にですね、免疫とウイルスについてのお話をします。免疫っていうのはですね、マクロファージとか、 t 細胞、b 細胞っていう、そういう、まあ、免疫を司る細胞がいてですね、これらの細胞がかなり厳密な機能で働いてるんですね。で、まあ、一回こう、ウイルスが入ってきたりすると、それに対して抗体を作る。で、また同じウイルスとかがやってきたりすると、それに対して記憶免疫っていうのができてね、こう、また同じ菌とかウイルス入ってきても、やっつけれるようになってるわけですね。 昔ね北斗の拳がねすごい大好きで読んでたんですけどもその北斗の拳剣,、まあ、剣士郎がね「北斗神拳に二度同じ技を通用しない」っていうねなんかかっこいいセリフがあるんですけどそれとまた同じような感じなんですねでまあ、マシンとかもですねこう一回かかったりすると修正免疫ができてま二、あ、度とかからないようになるんですけれども風邪ってなるとですね 風邪のウイルスって200種類以上いるんですね。だから、風邪に1回かかってまたかかっちゃうのは、その一通りね200種類全部かかれば、もうかからないかもしれないですけれども、そんなに200種類全部かかることって不可能ですから、だから、風邪になっちゃって、またしばらく経って風邪ひいちゃったりっていうことはあるんですね。で、今回の新型コロナウイルスはですね、 このコロナウイルスって風邪のウイルスですけどもそれがこう変異しちゃってちょっとね体の構造が変わっちゃってるんですねだから記憶免疫が全く役に立たないだからそのウイルスに対してですね人類自体がこう抗体を持ってなかったんですねだから非常にこう広まってしまったっていう事態になりました次に歴史的免疫っていうことについてお話をしていきます この歴史的免疫というのは何かっていうとですね、新たなウイルスが出現したりすると、人間っていうのはですね、壊滅的なもう打撃を受けちゃうんですね。まあ、その昔あったスペイン風邪もそうだし、まあ今回みたいな新型コロナウイルスもそうです。個体っていうのはですね、世代を繰り返すごとに、だんだん免疫をつけていくんですね。で、その世代を減るにつれて、ウイルスっていうのもですね、だんだんこう弱くなっていきます。 で、一つ例を挙げますと、昔ね、大航海時代っていうのがありましたけれども、ワンピースの話じゃないですよ。本当の昔のお話ですけれども、大航海時代っていうのがですね、16世紀とか17世紀にあって、そのアメリカ大陸の先住民がいてですね、そこにこう、イギリスとかスペイン人が乗り込んできました。で この時に流行ったのがですね、天然痘っていう病気なんですね。で、この天然痘がですね、その先住、アメリカの先住民たちは全く抗体を持ってなかったんですね。で、そのイギリス人とかスペイン人とかこう入ってきてですね、その先住民たちに天然痘がブワッと広まっちゃったんですね。 で、その時のですね、天然痘の致死率っていうのが90%。もうほとんどのですね、先住民の90%がもうそれで亡くなっちゃったっていうことがあったんですね。かたやですね、イギリス人やスペイン人はどうだったかっていうと、その時にその天然痘にこうかかって致死率っていうのは20%だったんです。で、この致死率90%と、 20%の違い何かっていうとですね、歴史的免疫なんですね。イギリス人やスペイン人はですね、もう何代も前からこう天然痘にかかったりして、こう歴史的な免疫をつけていったんで、まあ、だんだんこうそれに対して強くなっていったんですね。かたや先住民のアメリカの先住民たちはですね、全くそういう病気が入ってきたものがなかったんで、だから全く抗体持ってなくて、 壊滅的な打撃を受けてしまったんですね HIV っていう病気がありますけれども、あれがですね、人類に影響を及ぼし出したのが1930年代の頃っていうふうに言われています。だから、まだね、HIV と人間のこう歴史っていうのは浅くって、 まあその HIV で苦しんでる方っていうのは世の中にたくさんいるわけなんですけども、もしかしたらですね、あと何世代かこう減るにつれて、その HIV に対して抗体ができるような人が増えてくるとですね、今みたいに苦しんでるような方っていうのは将来的には少なくなるかもしれません。今はですね、 天然痘っていう病気はもう地球上から撲滅されたっていうふうに言われてますけれども、この天然痘を撲滅するに至った理由っていうのはですね、二つあるんですね。これ一つは何かっていうと、自然宿主っていうものがですね、人間以外にないんですね。野生動物とかに天然痘ウイルスを持ったやつがいないんですね。もう一つはですね、 突然変異を起こさないっていう特徴があってあのインフルエンザとかですね新型コロナウイルスっていうのは RNA ウイルスになるんですけどもこの天然痘ウイルスはですね DNA ウイルスで突然変異を起こしにくいっていう特徴があったんですねだからそういう自然触手がいないっていうのと突然変異を起こさないっていう特徴があったんで地球上から撲滅できました で、まあそのインフルエンザとかはですね、まあそういった特徴を持ってないんで、なかなかね、これも撲滅することは難しいんですね。抗原連続変異と抗原不連続変異っていうことについてお話をするんですけども、抗原連続変異というのは何かと言いますと、インフルエンザなんかですね、時々こうマイナーチェンジを起こすんですね。 で、それに対して、光源不連続変異っていうのはですね、もうガラッとこう変異しちゃったりする場合があって、まあ車とかもですね、こう、モデルがね、こう、型によってはちょっと変わったりして、まあマイナーチェンジしたりすることはありますけど、時々ね、全くこう、新しい感じの車に、の形になって、フルモデルチェンジとかね、したりしますけど、それと同じような感じです。で、 この抗原不連続変異っていうのを起こすとですね人類なんかはそれに対して抗体を全く持ってないんでだいたいパンデミックが起こっちゃうんですねでこの抗原不連続変異っていうのはどういった場合に起きるかっていうとですねそのある宿主、まあ、動物の中でですね2種類のウイルスがこう入ってきてその中でこうウイルスがねこうガチャガチャっとこう組み合わさっちゃって 全く新しいものが出来上がっちゃうんでですねでこのパンデミックが起きると絶対起きることっていうのはですね一つはまあ大量に死者が出てしまうで2つ目はですね看護師さんとかまあ、医者とかまあそういうい医療従事者の中でもこうバッとこう広まっちゃうんでその医療のサポート体制が崩れちゃうというこれが絶対起こっちゃうんですね。で 昔のスペイン風邪もそうでした。で、今回の新型コロナウイルスも同じようなことが起こっています。大規模なインフルエンザのパンデミックっていうのはですね、絶対に中国の南部で起こってるんですね。でね、このなんで中国の南部で起こるのかっていうと、ちゃんとした理由があってですね、あの、インフルエンザの自然宿主っていうのはですね、水鳥なんですね。 この水鳥がですね、こうバーッとこう飛んできて、で、その中国南部の地域に住み着きます。で、そこはですね、こう動物と人間がすごい密接なこう距離でこう住んでるところになるんですね。だから、まあだいたいその中国南部で、そういうあの、インフルエンザのパンデミックなんか起こってくるんですね。 で今回の、まあ、新型コロナも、ね、あの武漢というところで起こって、まあ、それも中国の南部のところで出たわけですね。新型コロナウイルスの自然宿主はですね、まだはっきりとは言えないんですけれども、センザンコウっという、ね、動物がいて、まあ、それが宿主になっているんじゃないかというふうに言われていますで。この中国南部にはですね、この沈山港をマーケットで売りさばくところがあるんですね。 で、この、センザンコウの皮、硬い皮みたいなんですけども、その皮は、こう、漢方薬として使われたりとか、肉は肉でですね、食用に使われたりとかして、まあ、その、市場とかでね、あのよく売られてるそうなんですね。そもそも、インフルエンザっていうのはですね、太古の昔からある病気ではないんですね。古代エジプトの時代からとかね、そういったところからあるわけじゃなくて、 そもそもね、そのインフルエンザっていうのは霊長類のこう病気じゃなかったんですね。さっきも言ったように水鳥が自然宿主で持ってるウイルスなんで、その家菌類とですね、人類がこう生活す一緒に生活するようになってから流行り出した病気っていうふうに言われています。 それが、まあ、中世の頃から大量の課金なんかをね、買うようになっていて、その頃から出てきたんじゃないかなっていうふうに、そういったまあ説があるんですね。では、ここからですね、ちょっと歴史について学んでいってみましょう。 まずですね、あの、中世の頃から行きますけれども、中世の頃に問題となったのはですね、センペストっていう病気なんですね。もうこれがもうかなり猛威を振るっていてですね、1347年から50年の間にはヨーロッパの人口のですね、3分の1がこのセンペストで亡くなったっていうふうに言われています。で、そっからですね、まあ、1500年代に入って、 この頃からだんだんインフルエンザが流行ってきだしたんですね。で、その1500年の頃には何回かこうインフルエンザのパンデミックっていうのが起こってきたりしています。1781年から82年にかけてはですね、大きなインフルエンザのパンデミックが起こっています。で、この時に起きた現象があってですね、この流行の後期、 に、こう、罹患した人はですね、流行前期の人と比べると重篤化しやすかったっていうことがあったんですね。これはどういったことが理由として考えられるかっていうと、流行前期にかかった人はですね、その時のウイルスは弱毒株だったんですね。で、だんだんウイルスが変異していって、後期の頃になってくると強毒株になっちゃいました。で、 先に前期にかかっちゃった人はですね、もう免疫ができてるんで、ちょっと強毒株に変異したやつでもですね、かかっても軽く済んだんですね。ですが、この後期に初めてかかっちゃった人っていうのは、この強毒株に初めて暴露されて、それでかなりこう体やられちゃってですね、重症になる人が多く出てきちゃったんですね。 で、こういったことはですね、後でまた出てくるスペイン風邪でも同じことが起こっています。もしかすると、今回の新型コロナウイルスもですね、こう、後期になるにつれて、こう、ウイルスが変異していてですね、ちょっと毒性が強まるっていうことも予測されるかもしれません。 で、そこからしばらく経ってですね、1889年から91年にかけても、こうパンデミックが、インフルエンザのパンデミックが起こっちゃったんですけども、この時はですね、ロシア風邪っていう病気がこう流行ったんですね。で、この時にですね、こうヨーロッパでそのロシア風邪っていうのが流行ってたんですけれども、これがね、アメリカに持ち込まれて、アメリカで大量の死者が出ちゃったんですね。 で、この頃はですね、こう、蒸気、蒸気船っていうのが、こう、発明されて、それまでですね、ヨーロッパからアメリカに行くのに6週間かかってたのがですね、だいたい1週間ぐらいで行けるようになったんですね。それで大量の移民がこう、ヨーロッパからアメリカに行くようになって、で、その、ロシア風邪も一緒に連れて行っちゃってですね、 アメリカの人たちはそれに対して抗体がないもんなんで、もうまともにインフルエンザの影響を受けちゃったんですね。まあ、それによって25万人もこう死者が出てしまったとっいうことがあります。そしてですね、ついに1918年になってスペイン風邪が流行るんですね。この時はですね、ちょうど第一次世界大戦の最中で、 まあその時の第一次世界大戦の死者がですね、900万人っていうふうに言われてますけれども、それに対してスペイン風邪の死者っていうのはですね、もう比にならないぐらい多くて5000万人っていうふうにも言われてるんですね。これもだいぶね、幅があって5000万人から1億人とかっていうふうにね、言われてますけれども、まあどれだけ亡くなったかもわかんないぐらい大量の死者が出てしまったわけですね。 でその頃はころは戦争のさなかていうこともあってかなりこう物資のこう制限もあったりですねあとまあ衛生状態も良くなかったっていうこともあってかなり死者が出てしまったんですねでこの時にですね政府とかまあそ,のとその国の指導者がですねパンデミックに対しての対応をこう誤ってしまったためそういった大惨事が起きてしまったわけです。 そろそろね、ちょっと歴史が疲れてきたっていうふうに思うかもしれませんけど、もうちょっとだけね、お付き合いください。まず、第一次世界大戦の歴史をね、もうちょっと振り返ってみますと、そもそもですね、あのー、どういったところで、こう、このスペイン風邪がね、流行っていたかっていうことを理解するのに、ちょっと歴史をね、しといた方がいいんですね。まず、1823年にですね、モンロー主義っていうのがあって、 これ何かっていうとですね、アメリカはヨーロッパのことに口出ししないから、ヨーロッパもですね、その、アメリカにあんま口出ししないでねっていう、まあ、そういう主義があったんですね。で、まあそういうのがあって、こう、お互い干渉しないようになってたんですけれども、1915年にですね、イギリスのお,お船がですね、ドイツ軍にドンドンどんってこう爆撃を受けたんですね。で、その、 船の中にこうアメリカ人が128人いたっていうふうに言われていて、まあ、その頃からですねこうそのドイツとかこうそのヨーロッパとアメリカでこう不穏な空気が流れ出すんですねでそうこうすると1917年にドイツのですね U ボートっていうねこう潜水艦が無差別に攻撃をしだすんですね で、その頃からもまたこう不穏な空気がだんだんこう漂ってきてで、アメリカもですね、黙ってはいられないんで、だんだんね、こう兵士の訓練をしだすんですね。で、1918年にですね、こうアメリカのこう兵士の訓練所でですね、こう熱を出す人が出てきたんですね。で、これがそもそものスペイン風邪の発端になっています。で、そっからですね、 最初は一人だったのがだんだんこう周りにこう広まっていってですねだんだん兵士がバタ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 こう倒れていくんですねで1918年の8月ぐらいになってくるとですねもういろんなアメリカの基地とか工場とかでもうその病気が流行っていってですねでもうどんどんもう鉄砲もねもうろくに持てないような状態の兵士がたくさんこう出てきたりしてまあ かなりそこでもね、もう変な病気が流行ってるっていうのが分かってたんですけども、まあそれをね、なかなかこう、軍はですね、公に公表しなかったんですね。なんで公表しないかっていうとですね、そんな変な病気流行ってるってなってくると、兵士のこう、あのー、士気もね、こう、下がっちゃうんで、だから、そういうのを言わないようにするし、 他の国にもですね、そういう病気が流行ってますとか言っちゃうと、今アメリカ弱ってるぞ、今なら攻め込めっていうことでね、こう攻め込まれちゃうんで、そういう事実を公表しなかったんですね。で、1918年の,あの9月になるとですね、アメリカのデブンズ駐屯地っていうところがあるんですけれども、その駐屯地ではですね、 基地に4万5千人の人がいたんですけども、そのうち20%がもう、その、よくわかんないね、感染症にかかっちゃって、まあ、それでもうかなりの死者が出て、で、1200床の病院があったんですけども、その1200床の病院にもですね、6千人の患者がこう詰め寄って、まあ、もう廊下もね、歩く隙間がないほど、こう、患者が埋まってたっていうような、そういった状態があったみたいなんですね。 で、まあ、全体的に、ね、もう悲惨な状態になってたようなんですけども、僻地になるとですね、もっと悲惨な状態になってたんですね。都会とかになるとですね、ある程度、その感染の機会っていうのがまあちょこちょこあったりしてね。 まあそれでだんだん免疫をつけていく人が出てくるわけなんですけども、へ地に行くとですね、全くそのウイルスに対して暴露したことない人たちがたくさんいるわけですから、その人たちのところにですね、こう入って誰か行っちゃったりすると、そこでブワッとまた広まって、ほんでこれが重篤な病気をまた引き起こしちゃうわけですね。で、その頃はですね、もうあちこち船とか飛行機のね、行き来もあったりして、 もうどんどんいろんなところに、この、まあ、スペイン風邪をですね、広めていっちゃうことになるわけです。で、歴史的な免疫が全くないような地域とかになってくると、まあ、そのウイルスが入ってくることでですね、もう村全体が壊滅的なダメージを受けてしまって、まあ、全滅したような村っていうのもあちこち出てきてたわけですね。一方ですね、その、なんか変な病気流行ってるぞっていうので、その、外から、 のこう行き来をですね完全に遮断してこ病気が蔓延するのを防いでた国もあってですねこれはオーストラリアがそうなんですねオーストラリアはですねこの何百隻っていう船をもうその海のところにこう浮かべさせておいてですねもう自分ところに入ってこないようにさせることで感染を防いでたっていうふうに言われています。 このスペイン風邪の時にはですね、体の中でどういったことが起こってたかっていうと、昔ね、その法医学者とかがこう解剖してどういう風になってるかっていうのを見たんですね。そうするとですね、心臓はですね、もう2倍にも膨れ上がって、肺もですね、6倍もの重量を呈していたっていう記載があってですね。まあ、肺もね、なんでそんな重くなってるのかというと、もう水浸しになっちゃってるんですね。 普通ね、入ってこう水の上にポンってこう浮かべると浮くんですけども、それが水の中にこう沈んじゃうんですね。まあ、それぐらいもう重くなっちゃってるんですねで。なんでね、こういう状態が起きてるかっていうと、サイトカインストームっていうのが起こってたんですね。で、新型コロナウイルスもですね、重症になってくると、このサイトカインストームによって重症化するっていうふうなことは言われています。 このサイトカインストームも、まあちょっとね、わかりやすく例えるならば、まあ、ドラゴンボールで言うとね、あの、ドラゴンボール Z の最初の頃ですね、ラディッツがこう地球にやってきますよね。 わかるかなラディッツがね、こうやってきて、その、その頃はね、あの、悟空もね、変身できるわけじゃなくて、もう普通のノーマルの悟空ですね。もう本当はね、そのラディッツ、ノーマルの悟空でもやっつけれるわけなんですけど、まあ、その時にスーパーサイジン変身してね、全力でもうカメハメハーって言ってこうやって打って、もうラディッツ、もう吹っ飛ばして、もう地球もね、吹っ飛ばすぐらい、もうそれが破壊力マックスでね、敵をやっつけちゃうわけですね。で、 まあ、体の中でも同じような感じで本当はね、まあ、ちょっとの攻撃でいいものがもう免疫細胞がやったらめったらもう破壊力マックスで攻撃しちゃうもんなんで体の中で大変なことが起きちゃうわけですねそれがサイトカインストームになります通常インフルエンザで起きるこう肺炎っていうのはですね 高齢者とか赤ん坊とかにね、重篤化する人が多いんですけども、このスペイン風邪の時にはですね、そういったことではなくって、若い人がですね、重篤になるっていうケースが多かったんですね。これは理由は何でかはよく分かっていません。ですが、まあそういった特徴があったことは事実です。で、まあ社会的なね、背景がこう今と全然違うわけなんですけども、当時、まあ、第一次世界大戦というさなかでね、 そのまあ、貧困な人が多かった、あと衛生的なこと、え衛生の状況もあんまり良くはないし、あと物資も、まあ、その手当てするのもあんましない、あと抗生物質も発明されてなかったわけで、まあ、それで、かなりこう今とは状況が違うわけなんですけれども、まあ、それでかなり死者が多かったわけですね。 そもそもね、なんでスペイン風邪っていう名前がついてるかっていうと、さっきね、お話ししたのはアメリカが発祥の地っていうふうに言いましたけれども、このね、スペインはもう、まあ言えば、とばチちりを食らったようなもんで、あの、スペインはですね、当時中立国だったんですね。だから、別にその変な武器流行ってるよっていうのを報道してもよかったんですね。 で、他の国はそれを報道して出しちゃうと、今その国が、あの、だんだん兵士弱ってきてるぞっていうのをアピールするようなもんなんで、それの報道はあんまり、こう、されることはなかったんですね。ですが、まあ、スペインはですね、中立国だったんで、あの、当時ですね、王様とか貴族とかにもそういう病気また流行ってきだしてたんで、そういう病気、変な病気流行ってきてるよって言って報道しちゃったんですね。そっから、その、 あの報道に載っちゃったんでスペインで変なもん流行ってるぞっていうことがあの世界で言われるようになってスペイン風邪っていう名前がついちゃったんですねだからまあスペインとしてはね悪名をこうかぶっちゃったようなもんでまあとばっちりなんですね実は日本でもですねこのスペイン風邪っていうのは流行っていて1918年の秋頃にですね日本に入ってきて大流行を起こしていますで 当時の日本の人口はですね、5600万人っていうふうに言われてるんですけれども、このスペイン風邪にかかった人はですね、38万人いるっていうふうに言われています。だか,らかなり、それでね、こう亡くなった方も多いわけです。で、その頃ですね、こう新聞にはどういうふうに報道されてたかっていうと、患者は増える一方。で、医師とか看護師にも伝染して、まあ、倒れていっちゃってる。で、 東大病院もこう患者の受け入れはもう拒否してるし、他の病院ももう満杯になってる。で、実に恐ろしい世界官房だっていう記事がね、こう新聞とかに出てたりするんですね。で、当時ですね、あの、内務省っていうところがもういろいろ仕切ったりしてたんですけども、その内務省がですね、日本国民に出した内容っていうのがですね、今と一緒なんですね。例えば、人が集まるところには行かないようにしましょう。 で、外出する時にはマスクをしましょう。で、うがい薬でうがいしましょう。で、マスクしない人が電車とか乗る時には、あの、こういう風に覆うようにして、咳をしてくださいという。まあ、そういったことがね、こう、言われるようになってったんですね。だからもう、昔のね、スペイン風邪が流行ってた時と今と、何ら進歩はしてないんですね。同じことを、まあ、言ってるわけです。 で、この頃、日本でね、どういったことが起こったかっていうと、もうどこの店行ってもですね、マスクが売り切れてないというような状態。まあ、一時前ね、あの、マスクがもう店頭からも全くなくなった時と同じことが起こってるんですね。他にも同じことが起こってて、あの、都会に住んでる人がですね、もうこんなとこいたら感染しちゃうから、田舎の方に逃げようって言って、こう、田舎の方に行くんですね。そうすると、田舎の方ではもう、 あの全然そういう患者が発生してなかったところにまたそこで散発的にこう患者が発生してどんどんこう日本中にこう広まっていくわけですねだからまあ昔のスペイン風邪の時と、まあ、今回のね新型コロナウイルスの感染のこう広がり方っていうのは全く同じような感じで広まっていっちゃったわけですね話はこれでおしまいになります、まあ、スペイン風邪について ね、ちょっと勉強してみて、まあ、今までのねこうウイルスと人類の戦いっていうのはですね同じことがこう繰り返されて起こってるんですね、まあ、それが昔はインフルエンザで、まあ、今回はコロナウイルスなわけなんですけれども、まあ、結局ねあの同じようなことが起こってるんですねで、まあ、やっぱりそのコロナウイルスもどういうふうにして収束していくかよく分かんないですけれども、まあ、だんだんこう免疫がついていって まあそのうち、ね、普通の風邪みたいになっていくんかなというふうに思うんですけれども、まあ、それはねこう将来的にこうワクチンが開発されて、まあ、それがすごい効くかもしれないし、まあ、それはちょっとわかんないですけれども、あのーまあ、今に始まったことじゃなくて昔からあるようなもんで、まあ、それの一つの,あの流れに過ぎないということなんですね、えー。今日のお話は終わりになります。 また、えー、YouTube の方でも、あの、動画とかいろいろ上げてますので、そちらもご視聴ください。それでは、さよなら。